キツネだ。キツネか。すごいね。こっちが。おはようございます。今ですね、7時15分です。室温がね、16.3 度、湿度 61% です。ちょっとね、朝やっぱ肌寒いので、今冬ヒーターを入れました。まあでもね、全然、快適に眠れました。昨日ね、夜ちょっと雨が降ってたみたいなので、湿度が上がってます。はい、ということでね、今日も準備して、出発したいと思います。はい、ふーちゃんおはようございます。はい、ふーちゃん放送の時間です。今日は神社と動物園行きます。雨が降っています。風の恐れはありません。寒いです。でも雨ももう朝だけっぽい。うん、なので朝行く神社はちょっと傘持って行こうかなと思います。はい、じゃあ階段から降りてきてください。はい、今ですね、出発しました。で、今日はですね、北海道護国神社というところにまず行って、で朝ね、参拝をしてから、その後ですね、旭山動物園の方に行く予定です。で、その後ね、特に考えてないので、とりあえずね、その2つにね、今から向かおうかなと思います。で、まずね、この北海道護国神社なんですけども、まあ、ここからね、13キロぐらいなので、まあ、20分かかんないぐらいで着くかなと思います。はい、ということでね、まずは北海道護国神社の方に向かっていきたいと思います。なんかやっぱ旭川ってあれだね、大きいんだね、街が。だって昨日走ってきたさ、その名寄にしてもさ、その道中、美幌とかもそうだけど、町と町の間にこう、また北海道世界があって、で、また町と町がポンポンってある感じだったけど、旭川ってこうやって走っててもさ、もうずーっと町やん。うん、町が大きいんだね、旭川って。そうなのかな、釧路より大きいのかな。釧路とかあの辺1週間前なのか。うん、旭川は安心できる点がスタンドがいっぱいある。うん、スタンドがいっぱいあるのはね、結構北海道でやっぱありがたい。あ、ほら、ママあった岡本、あれやろ、エネオスの看板で。あ、これこれや、これや、左にあるやつね、うん、が安いって有名な2軒目だ、見つけたの。じゃあこの辺から岡本いっぱい出てくるかなのかな、まあ、確かにエネオス岡本って書いてある。確かに安いかも、他のところ。はい、あとね、800メーターぐらい。北海道ってね、止まるじゃん、見えないね、信号が。立てってね、見づらいのよ、すごく。頭あるからな。あれ、ここか。でも、P はな。あ、P あるわ。あるわ、あるわ。ここだ。比較的新しい神社だね。ここは、車高高くても行けるね。うん、入れる。北海道に来て初めての神社だ。うん、結構雪とかの景色の時はすごい綺麗な場所。護国神社。結構大きいんだよ。ふーちゃん、歯磨き中です。ふーちゃん早く磨かないと動物園逃げるよ。よし、じゃあ行こう。ちなみにボンちゃんのバッテリーは 91% で、ソーラーが入ってます。朝 83% ぐらいだったよ。ソーラーはちょっとだけだけど回復して、走行充電もね、シーテックは今回も頑張ってるので、今回電源全然余裕だね。余裕。よし、じゃあ行こう。風が冷たい。ちゃんとここでお手手をちょんちょんして。あっちは何、あっちから入るってことか。さあ、あっちからも入れるし、だからこっちにも鳥居があったんでしょ。よいしょ。おお、すごいね、でもここも。わ、すごいね。おお、広い。広いね、敷地広い。そうだね。そして朝だから、人も全然いなくて。すごいな。めちゃくちゃ綺麗な神社です。樹齢400年って。すごいね。すごいよ。お礼して。リス？どこどこどこ？あそこにリスがいる。あー、いたね、いたね。リスだよ。リス？どこ？いたね。あ、本当だ。泥棒。泥棒ではない。どこ？奥にほら。あ、本当だ本当だ。登っちゃったね。本当だ。うん？カメラでもリス見えてる？多分。あれがエゾリス？うん。尻尾が立派で。リスだ。すごいね。ヘタで取れとっちゃう。もぐもぐしてるね。
はい、今からですね、御朱印をいただきに行きます。はい、今ですね、北海道護国神社の方に参拝してきました。まあ朝のうち来たから全然ね人もいなくてすごく静かなところでした。ということで今日はですね、ここから旭山動物園の方に向かっていきたいと思います。でここからですね、車で11キロぐらいなんで、まあ、割とすぐ着くかなと思います。で、9時半開園なので、ちょうど今ね9時40分なんで、開園したばっかかなと思います。このままね天気が持ってくれればいいなっていうのと、あと人がどれぐらいいるかだね、混んでるかどうか。そうだね、一応ねまだゴールデンウィーク中なんで何とも言えないですけど、はい、今ですね、残り 600m ぐらいですか、で旭山動物園に到着します。なんかこの感じでどこにあるのって感じするよね。まっすぐ、まっすぐか、まっすぐか、あっからあのオレンジのなんかついてるやつかな、あそこから先が動物園のあれなのかな。これ多分みんな旭山動物園、動物園、いや結構いるね、結構多いね、いる。まだ開園して30分ぐらいのはずなんですけどね、かなり多いです、ね、有料なの。これ500円1日。あ、でも一番あっちが近いんじゃないの、前も。こっから動物園だ。あ、ここか、ここでいいや。え、どっち行けばいいんだ、両方が手を振ってるぞ。どっちも一緒。おはようございます。今日は空いてるってよ。有料だけどこっちの方が広いから、1日500円。あ、全然こっちの方がいいや。結構ね、無料の駐車場はパンパンでした。うん、でもなんか寒そうだからダウン着ていこう。よし、じゃ行くよ、ういちゃん、靴履いてください。意外とこの西門の入り口の方が空いてる。さっき向こうなんかすごい混んでて。おはようございます。ん、何がいい、ういちゃん無料だってやったじゃん、初心的だね。うん、1000円だよ、だって1人安い、安いよね。現在地、西門、これか。あっちから上に登って、ここから帰ってくる感じ、うん、どっちから行くの。どっちでもいいよ。じゃあ下から行く。ペンちゃんいないね。あ、ういちゃん泳いでるじゃん。ちょうど上にいっぱいいるじゃん。はい、ここ来る。はい。あとね、でもゴマでタイムって書いてあった。なんで見慣れてんだろう、ちっちゃい子たち出てきたね、かわいい。あ、アザラシいる。たまに来んのかな。あ、うーちゃん来た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 。気持ちよさそうに泳いでるね。うん、家見えるかな、でっかいね、変な奥のね、でっかいよ。こっち見てるよ。あ、見てる、見てる、ほら来た来た、多分持ってた。あ、見て、ほら見て見て見て、ほらおお、レッサーパンダさんだね。ほら見て見て、来たよ、来た来た。あ、何、どこにいるの。こんなところにいるじゃないか。寝てるし、なんだ、うん、みんな一箇所に固まって寝てる。だね、どこちゃん、でっかい。ママ見て、目の前にいっぱい。旭川市では、あ、いた、ヒグマ。ヒグマの出没情報があると、その周辺にこのような看板が掲示されています。ヒグマ、あ、大きい。こんなのがさ、いるんだよ、ウイちゃん。これ野生でいると思うと怖いよね。なんで、すっ、うわ、でっか、もっと、でっか、ちょうどいいタイミングだった。してないよね。うわ、でっか、でっか。今何やった、ほらほら、今度そっち行ってごらん、そっち、はい、そっち、そっち、いいタイミングだった。あ、上の持っちゃった。
いろんなとこに置かれてんだね。毛が長い。すごいね。なんでオラウタンってあんな毛が長いんだろう。中にもいるんじゃない？子供。この子ちっちゃいね。うん、親父さんじゃないこれ。かわいい。羊、結構急な山道も余裕だね。やっぱり。羊じゃないんです。100キロから300キロなんだね。ミニ豚で40から100だって。マイクロ豚がいいな。大きいね。なんでマイクロ豚？これぐらいが普通ってことでしょ。でっか豚。うん、おー、寝てんのかな。あー、息吸っただけだ。さゆちゃん中入ってみよう。カバさんいるよ、そこ。でっか、今寝てんだみんな。でっか、大きいね、大きいね。ほらほら、顔出した。今息吸って空気溜めて、でまた寝る。なんか角のとこがコブコブしてるね。でもダチは頭ツンツンしてくる。オスだ、ね、でっかいね。でも目がクリクリ。メロンパン一つと、メロンパン一つとバタークロワッサン一つ。パン買ってふーちゃんのカバンに詰め込んで、早くボンちゃん帰ろう。ちょいちゃんパン食べようぜ。パンパンパン、もう一人ずつ自分で取って。おいしい、クロワッサンみたい。でここでパンを食べながらちょっと次の計画を叶えます。今ね、旭山動物園を出発します。でこれからですね、お昼ご飯を食べに行くのに、まあ、せっかく旭川にいるんでね、旭川ラーメンを食べに行こうと、今からですねラーメン屋に向けて出発します。もう間もなく着くかと思います。駐車場あるから。一応ね5台ぐらいはお店の前にあったんですけど、あれだね、なんかこの辺結構ラーメン屋あるんだね。うん、ラーメン屋あった。微妙だね、満帆な気がするな。駐車場本当だ。え、つか混んでる？混んでるっぽい。並んでる。並んでんな。並んでんな。すんごい並んでる。間もなくですね、到着します。これこの中にちょっと入れてあげるね。辛いのかな、上。大々味噌。辛いのかな。どうだろう。これ一緒に食べるじゃん。ちょっと。はい、今ですね、ラーメン大々屋行ってきました。結構美味しかった。パパはコクうま醤油。パパは大々味噌。うーちゃんは唐揚げを食べてた。うーちゃんね、あんまりね、ラーメンいつも食べないんですよ。で、ちょうどこのラーメン屋の斜め前に第一というスーパーがあるみたいなので、ここに寄ります。レンタカー、カイロは結構レンタカーもすごいね。今ですね、ちょっと買い物してたんですけど、魚系にしようと思ったんですが、あんまりお店になかったので、これからお近くのウエスタンパワーっていうねお店に向かっています。そこはねちょっとねお魚系が売っているみたいなので、行って買い出ししてこようかなと思います。ってことで行ってきます。ラーメン村がこの中に入ってんの？ラーメン村。ラーメン村そっちで。そこじゃん。さっきから見てたラーメン村。思ってたのと違かったな、ラーメン村。金です。映画館も入ってんの。ということでウエスタンパワーズ。はい、今ですねウエスタンパワーズを出ました。これがあれか、さっきのラーメン村や。あ、なんかいろんなの入ってるんだね。このラーハクみたいな。ラーメン村です。それで今出てきたのがウエスタンパワーズ。北海道トライアル多かったね。トライアルとツルハドラッグと DMC とサツドラ。サツドラか。サツドラ初めて見たよね。で、今日はですね、この後温泉に行きます。温泉、温泉。ちょっとね、この温泉というか今日はね、美瑛の方まで
走ろうと思ってるんですけど、ちょっとね、美瑛の方があんまり日帰り湯がないんです。なのでその手前、まあ、今旭川にいるんで旭川で一回入っちゃって、それからね1時間ぐらい走ろうかなと思っております。まあ、その方が賢明かなと。こっちはやっぱりね何個かありましたので、ちょっと駅近の方の駐車場がね割と大きいところに行こうかなと思います。はい、もうあと 700m ぐらいです。ほんとね駅前の方なんで、だいぶこの辺はですねマンションとかビルとかもあって、すごくね北海道来てから一番やっぱ都心的なとこですね。うん、わあ、なぜこの作りで、多分この右側のこれがそうかな。はい、今日のお風呂上がりの一杯です。今日はアイス、アイス。ママはリアルゴールド。いただきます。いただきます。おいしい、うん、ママもリアルゴールド美味しい。はい、今ですね温泉に出てきました。で今日はねこの後1時間ぐらい走ります。で今行った温泉は比較的ちょっとお高い、北海道の旅の中では一番高い、一番高かったかなっていう、ちょっと高級な日帰り温泉でしたけども、まあその分ですねアメニティも揃ってますし。あ、そう、ドライヤーがねダイソンとかねナノイーだっけ。え、こっち普通のやつだったよ。いわゆるホテルのやつだった。あ、本当に、うん、女子のところはドライヤーが何個も設備置いてあって、でなんかコテとかも1台だけど置いてあったよ。あ、そうなんだ。でもちろんね施設も綺麗で、まあ、ホテルの中のね温泉なのですごく綺麗でした。あの、ただ高いだけじゃなくてちゃんと設備がその分揃ってるみたいなところ。父ちゃんが入れるお風呂のぬるさが何個かあったから助かった。でここからはですね、だいたい37キロ、まあ、40キロぐらいですかね、離れてるところまで、ちょっと移動します。まあ今日のうちに走っちゃって、で明日ね朝からまた美瑛とか、あとまあ富良野の方を回れたらなと思ってます。明日が北海道のね旅の中では一応最終日という形になるので、最後の宿泊日かな。で最後富良野で遊んで、でその後一泊して苫小牧からフェリー乗って帰るみたいな、まあ、そういう予定になっております。あれは絶対あるよね。あれはあるね。やっぱあれだからかな、雪、まあ、確かにでもないと危ないか、落ちちゃうもんね、うん、落ちちゃう。街灯がそれになっちゃってね。まあまあなんとなくここに道があるっていうのが分かるからね、うん、この辺は真っ暗、街灯もないしね、意外とあんま夜通らないから。小学校、え、小学校、そう、スクールゾーン、真っ暗すぎて分かんない。三沢、そう、小学校の前にソフトクリーム屋さんがあるみんな買っちゃう。すごいね、ここは確かにシッカーが出てきそう。シッカー出てきそうだけど、未だにママたちシッカーに出会ってないんだよ。街灯がないからめちゃくちゃ暗いよ。もう真っ暗と何も見えないぐらい真っ暗、うん、我らが見ておーってなってた。ここか、うん、ここだけがトイレがあるんだって、この P1 駐車場だけが。あ、そうなの。何個か他にもあるんだけど、そっちはトイレがないんだって。タヌキ、キツネかなあれ。え、キツネだ。キツネか、すごいね。こっち側はそういうことね、朝起きたら鹿に囲まれてるかもしれない。それはない。斜め。はい、無事にね到着しました。でうーちゃんもね着替えて、パパもたちも着替えて準備 OK です。でこれからねもうご飯すぐパパッと作って食べちゃいます。あ、今日はねほぼ刺身で、なんかあったっけ調理する。ない。切るだけ、切るだけです。じゃあすぐできます。キツネいたんだよ、キツネが。パパ、ちょっと見たいらしいよ。キツネいるかな。今日もね買っちゃいました、サロマコさんウニです。とかね、賞味期限が今日までで若干安かったかなっていう。でこのウニのね入ってた海水とかね、あっち水の固めるやつで今固めちゃってます。これ多分ねそのまま水道流すとね結構匂いが上がってきちゃうんで、固めて一般ゴミで多いです。ぶつ切りにして串刺しにして焼く。ご立派だね、北海道産。北海道さ、どこのスーパー行ってもタコってやばかったよね。うん、うん、
これでもでかいもん。よし、でこれで一旦塩コショウ、これね、熊本の塩、北海道炙りゃいいんでしょ。うん、焼くって、焼くの、炙るの、炙る、焼く、だって焼かないとカリッてしないで。パパが焼いたタコ食べたいって。でもこの度トースターあんま出てこなかったよね。朝ごはん食べてないからね。トースターでやってます。もはや串に刺した意味ですが、まあ焼ければいいでしょう。今日のご飯は買ってきたサラダと、ほいちゃんが食べたいという本マグロ、北海道のイカ、今回もサロマ湖のウニです。あと今ね、焼いてるのはタコ串焼きです。北海道産タコ焼き。どうぞ。じゃあカルピス、マカロニです。はい、乾杯。ふうちゃん飲んでたな。乾杯。先に喉乾いてたんだよね。今日食べなきゃいけないという宿命のウニ。いいね。うん、はい、タコの串焼きです。いい感じで焼けてます。ぐるん。あ、いや、うまいんだよ。うまいんだけど、もうちょい焼くべきかな。じゃあね、今日も昨日いただいた日本酒をいただきます。あれ、おかしい気がする。じゃあ、マグロ食べた？イカもあるよ。うまい。うん、うん、うち結構イカ好きだね。うん、毎回イカの刺身食べてる気がする。酒が合う。今日は日本酒に合う。うん、もはやこれ、これで一個ずつちゃんちゃんして食べた方がいい。ただの普通のタコちゃん。うーちゃん、ご飯よう食べるね。白いご飯、うん。で、うーちゃん唯一白いご飯の中で、このそうあの龍の瞳は、まあ、美味しかったみたいで。おかわりなら100倍でもよろしい。すごい美味しいって言って食べてたよ。うん、すごいじゃん。マグロは、うん、マグロの赤身ね、各地で美味しいものを食べてね、いいよね。いや、北海道のタコはさ、いろんなところで売ってたからさ、気にはなってたんだよ。だからさ、どこもさ、めちゃくちゃでかかったじゃん。1個400円のマカロン買ってきたのはパパに内緒だよね。食べるの？うわー、ご立派、見て、太っちょマカロンって書いてある。太るやつ。ついに来た、太るやつ。おいしい。うん、めっちゃとびきりですけど、おそらくママはそれを半分にして2日にわたって食べるかな。ママ見て、紫だよ。ほんとだ、綺麗な紫です。パパは大福が4つ残ってるからね。うん、楽しみや。明日はワイン買うぞ。中からなんか出てきた。何？ほんとだ、ベリー。そう、今日今ここにいる場所がちょうど来る時にキツネがいたの。今日朝にね、神社行った時もエゾリスいました。エゾリス、ね、そうだね、リスいたね、エゾリスいたね。あ、今日行った朝の神社か、うん、にリスを見て、うん、で今日今さっきキツネを見て、あと鹿だよね。鹿、ね、まあ、そんなにたくさんは見てないけど、まあ、何回か見たよね、うん、あとヒグマか。で今回そう思ったのが、北海道はまあこれらが主体というか、まあ、多いみたいな。逆にこう他の地域とかって何がいるんだろうと思って、野生でね。ね、リスとかも含めて、何リスとか何シカとか、シカも結構いろんなところにいるって言うじゃん。はい、ということで今回ですね、コメントテーマとして、皆さんが今まで住んだ地域での出現した野生動物、うん、まあ、地元でもいいし、今住んでるところでもいいし、あんま過去に住んでたところとかで、ぜひ皆さんが見たことのある野生動物をですね、コメント欄で教えていただければと思います。もうこれはね、陸、空は分かんないな。海でも OK です。なんかね、こっちだとね、ホエールウォッチングとかあったもんね。北海道って。というものをですね、ぜひね、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チッカーはまだいなさそうです。
はい、じゃあおやすみなさい。痛いないよ。大丈夫だった。大丈夫。安全安心だね。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。あ、綺麗だね。わあ、すごーい。ふいちゃん写真撮れた？ふいちゃんも写真撮ったよね。この間食べたジンギスカン。確かにジェットコースター。ジェットコースターだ。寒いって。お願いします。グッドボタンを押したら、じゃあまたね、バイバイ。